刺繍？いや、これはもっと直接的な腐敗臭だね。庭さんは後からついてきて。お願いするよ。どうしたの？なんだこれは。やはり人の遺体があるけど。ひどいよね。ずいぶん腐敗している。これも呪術的だね。まるで誰かが何かの儀式のためにこの亡骸を使ったような。行きましょう。吐きそうだな。よく聞こえないよ。私も死ぬかと思った。でかい音とか苦手なんだよ。勘弁してほしいな。春雪くん、雷とか大の苦手だものね。それは。ピアノの音？音楽室が近いのかな。下の階から聞こえるようだけど、降りてみましょうか。
さやか？いるかい？俺だよ、犬丸だよ。おかしいな、誰が弾いていたんだろう。誰かいるのか？さやか？見て、春雪くん。ベートーベン。ん？ね、気持ち悪いな。やっぱり誰か喋ってる？この部屋は。部屋というより校舎全体ね、悪意に満ちている。ここにはさやかちゃんはいないのに。出ましょう。
どうしたの、丹羽さん。今、声が…気のせいかしら。どんな金銭感覚なのかしら。呆れるわ、あんた。ちゃん、いるの？アイコ、情報をちょうだい。ニオさん、どうしたんだ？あなたには聞こえない。何がさ？ナホちゃん、先日売った天神賞の情報、どうだった？上々よ。廃墟だった吉江の家に、幻覚の家が現れた。その調査に成功したわ。死後の世界へ飛ぶ方法が手に入った。これはすごいことよ。響先生もすごく喜んでくれたの。あら、よかったわね。ありがとう、愛子。なんだか幸せな未来が見えてきたわ。珍しいわね、あなたが私にお礼を言ってくれるなんて。霊は人間の感情の特に弱っている部分を攻撃してくる。私の記憶を勝手に再生したのね。残念ね。低級霊のいたずらごときに動揺などするものですか。霊なんかより圧倒的に生きてる人間の方が強いの。常識以前よ。Thank you.
これは貸してみて。田口さん、奈穂ちゃんの家にいたカメラマン、あの人の持ち物だわ。見てみよう、何か映っているかもしれない。ん？ファイルが一つしか入ってないな。ってことなの。さえのきさんの冷たい魂の温度を感じる。本当に亡くなったのか。嘘だろ。どうしてこんなことに。この間までみんなで大騒ぎして笑ってたじゃないか。春雪くん、私たちに今できること、しなきゃいけないことは漫然と悲しむこと。いや、信じることだ。そうね、さやかちゃんの生命力を、春雪くんを叱咤しながら、私自身も心が乱れて収まらなかった。めまいがする、心臓が痛い。これは何なの。
なんだこの数字は。霊磁波ね。誰かの思いが語りかけている。最後？え？さやかさん、ほら！そうかしら。どうしてわからないんだ？さやか？さやか？さやか、何を伝えようとしているんだ？今どこだい？助けに行くよ！待ってろ！春雪くん、待ちなさい！さやか！さやか、そこにいるのか？さやか！今行くぞ！春雪くん、止まって。なんだよ、さっきから。これは罠かもしれない。バカな。さっきのひどいトラップを見たでしょ。この学校は明確に人殺しの意思を持っているわ。聞こえるじゃないか！あれはさやかの声だ！助け犬丸！さやか！犬丸！なおちゃん！助けて！どんな悲鳴を聞かせてくれるのかな。どうやって殺してやろうか。楽しみだよ。後ろからやろう。私、帰り。
私帰りたい。首を狙おうよ。愛子さん。愛子さん、来てくれたんだ。来ちゃダメ。ここから出してください。奈穂ちゃんが、奈穂ちゃんがいないの。お願い、向こうへ。さやかちゃん。ああ、これは内臓だ。話してくれ！落ち着きなさい！さやか！さやか！うわあ！なんてこと！行け！離れろ！から！考えていた友達の
春雪くん、さやかちゃんは残念だけれど、こうなったら私たちの安全の確保が優先事項よ。篠崎あゆみちゃんを探しましょう。さやかちゃんはせめて何かを形見として現世に連れ帰ってあげましょう。正者ないのか。え、君のせいじゃないのか。残念だけれど、形見だってふざけているのか。君には感情がないのか。天神小学校ネハン、こんなろくでもない情報をサイロキさんに吹き込んで。知っていただろう、さやかの性格を。メロ立てて楽しそうにコンビを組んでたんだ。この子にまで影響を及ぼすって、なんでそこまでイメージできない。私は情報やプライドを持って商売をしているわ。情報の使い方は受け取る側次第でしょ。君のせいだ、絶対に許さない。
Thank you.